探していた。少子は早速だが、君に頼みがある。ここしばらく私も導きの地を調査しているのだが、実はかの地に2カ所不可解な場所があることが分かったんだ。できれば君と手分けして探りを入れたい。そうだな。では君は編纂者と共に任務クエストで導きの地のエリア1へと向かってくれ。そこで新しい道のようなものを発見した。君たちにはこれを調査してもらいたい。私は大団長と共にもう片方の不可解な場所へと向かってみよう。長い目で見れば地形の変化など決して珍しいことではないのだが、それにしても奇妙だ。何か導きの地のエネルギーのようなものが大きく動く事態になっているのだろうか。だがまずは確認しよう。よろしく頼む。そうだな。ここに通れる場所なんてなかったはず。なんだか冷えてきましたね。いてちのような気候、火山のような場所もあるし、この地は一体どんな風にして成り立ったんだろう。
本当にワクワクします。すごい、何かこう強いエネルギーを感じますね。これって間違いありません。神王が足の痕跡です。私はキャンプで待機します。相棒は調査の続行を。震えるほどに赤く、禍々しいほどに黒い雷とともに神王が亜種が現れた。そんな目撃談もあるようです。念のため打ち消しのみの準備を。神王が亜種、本当にいました。
セリエナに戻って報告しましょう。余力はあるか。今帰還するところで。見てもらいたいものがある。来てくれ。そいつは言えん。先入観なしの意見を聞きたくてな。ここだ。行くぞ。こっちだ。得意の花は聞いてきたか。確認します。この感触は何かの抜け殻のような特徴的な翼膜。いえ、幽膜。まさか。ゼノジーバ、もう何度も脱皮を繰り返しているようです。ということは、やはりそう思うか。まずいことになったな。戻って作戦会議を。うん、急ごう。あれは
やあ。では、状況を確認しよう。まず、導きの地で5機団が渡りの凍て地のようなエリアを発見。さらに、神王が足を確認した。こっちはお前たちのおかげで、早くも本格的な調査に取り掛かれそうだ。ありがとうな。そして次だが、深く落ちゆくような地形の奥に、とあるモンスターのものと思われる抜け殻を発見。さらに、巨大な赤いモンスターを目撃したと。はい、その巨大なモンスターの様々な特徴を基地のモンスターと照らし合わせてみましたが、いずれとも一致しませんでした。完全に未知のモンスターであると思われます。ふん。そこにいたのはゼノジーバなのでしょうか。ゼノジーバが脱皮を繰り返し生体となってあの場に。わからない。だからこそ早急な調査を行わなくては。そこでだ、司令官、提案がある。一度少数での様子見調査をさせてくれ。今後やつの調査は大人数で行うことになるだろう。だがやつが何者なのかはもちろん、生体の背の字もまるでわからん。本番の前にどんな特徴があるのか、どう備えたらいいかぐらいは探っておきたい。いわゆる石膏ですね。わかりました。ただし、ある程度探ったら切り上げること。これが絶対の条件です。承知した。深追いなし。そうと決まりゃ。相棒、好奇心には勝てないか。そうだろうな。他でもない。君なら安心して任せられる。それじゃあ今後についてまとめよう。まずは特殊な任務クエストを用意する。今後の大規模調査に備えて周回エリアで受注できるように手配しよう。クエストの目的は奴の行動をある程度確認して、霧のいいところで戻ってくることだ。もちろん、信頼できる仲間と向かってもいい。調査団を挙げての本格的な調査は、お前が持ち帰った情報を分析した後に行おう。以上だな。どうか無事に戻ってきてくれよ。私は、君たちが奴と対峙している間、奴の正体と生態を探り出すことに集中しよう。それじゃ、周回エリアに向かうか。お待ちしてました、